おせち抜きで美味しい。パラッシャン、スパスイボタバルシェ。ジーナ、ロシア語になってるわよ。でも本当に美味しいわ。で、そのカルビ。で、誰も聞いてないね。若者の食欲恐るべしね。良い体作りはトレーニングだけでは不可能です。食事にもしっかり気をつけましょう。無視されてた人たちが最後にぶっこんできた。実家は焼肉屋さんだったのね。違う違う、この店は兄ちゃんが脱サラして始めたんだ。人手が足りないときは私も手伝ってるんだよ。へえ、そうなんだ。負ける話ね。全くだな。こいつら肉しか頭にないな。例えばこのヒレ、タンパク質が豊富でカロリーが低い部位よ。レバーはカロリー低め、食べれば貧血の予防にもなるよ。カルビは栄養豊富だけど糖質カロリーともに高め、食べ過ぎに注意。よくわかったわ。これが響きの強さの秘密ね。筋肉を形成するのに必要不可欠な栄養素、その一つがタンパク質、そして動物性タンパク質の王たる存在、それが牛肉。ほら、シルバーマンジムの月謝って結構高いじゃん。それに買い食いでかかるお金もバカにならんし、これぐらい働かなきゃお金が足りないんだよ。響き、もしかして知らないの？何を？紅葉女学院は申請すれば、事務会費やトレーニング関連の買い物は全部負担してくれるのよ。なんでと！毎日、夜明けから日暮れまで膨大な量のトレーニング。唯一の休息は食事の時だけ。疲労で吐き気を催す中、体を作るため限界以上に食べさせられる。どうしても食べられない時にはミキサーで液状にして無理やり流し込むんだとか。屈強なプロレスラーも苦しむ食事法を実践するなんて、これがさくら響きの強さの秘密。うちの理事長てか明美の実家ってどんだけ金持ちなんだよ。ということはつまり、早速今までの会費を申請しなきゃ。もちろん会費は自腹よ。おい、聞いてるかい。こうして響きの経済問題は解決した。